なんだこれ、ラブラブカップル彼女にしよう。どうなるの、服変えれるの。あ、待って、はいはい、どうやって着替えるの、ここ入れるの、ね、なんか着せ替えできるみたい。だってあ、じゃあこっちか、あ、わかったわかったわかった、これか、違うわ、ん、変わったんか、変身しますか、はい、ラブラブカップル、はい、もうできてんのかな、もう姿変わってるっぽい、でこいつらにも話しかけて、でこの辺の町のやつらにも、ほら、無理だね。うん、ダークボールをナイス、なんかもらった、かわいいね、黄色黄色って名前つけるんだとか言って、うちより雑な名前をつけるやつがいるよ。なんかくれ、ん、私のケイシーとあなたのワンリキーを交換しよう、いいえ、ワンリキーがいればケイシーと交換できる、なぬだって、ワンリキーがいれば、ワンリキーも強いっちゃ強いけどな、ヒールボール手に入れた、ナイス、こういう町の人たちにも話しかけといた方がいい、なんかしらもらえるかな、古事記古事記、ちょっと覚えとこう、ここな、ワンリキーと交換できる、あ、やべやべやべ、また入っちゃった、ポケモンね、ポッチャマ、ネットボール2個ぐらいもらっとこう、ポッチャマが可愛くない、あとなんかキモいじゃん、キモいキモいとか言っちゃった、カツアゲ、今カツアゲ中です、こいつら話しかけてる、こっちに、ん？こっちは何？クロガネシティ。何これ？炭鉱博物館。
なんかポケモン変えれるのか。何もくれない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 。この家怪しい。黒ナゲタンコでポケモンを鍛えてみたら、ああそこでなんか鍛えれるのか。お、やった、スーパーボール手に入れた、初めて。楽ちん。そう、パールパール、懐かしすぎて全然覚えてない。懐かしいのはいいんだが、まあこんなもんかな、この辺は。あとこいつに話しかければよし。あ、ここもまだだな。ピカチュウいいな。色違いのピカチュウは体がオレンジ色っぽいんだ、だって色違い。うん、ありがとう。うん、モカちゃんもありがとう。またね。よし、じゃあパピコと戦うか。なんだティモかよ、今頃来たのか。相変わらず遅いぞ。遅すぎて話にならないで。だってジムリーダーにならないで。なんだったっけ、そうだ、黒金炭鉱に行くってさ。まあ俺はジムバッジを手に入れたからいいんだけど。え、もう持ってんのお前。ジムバッジ持ってんの。ここでしょ、ここで戦えるの。じゃあここじゃない、この上か。今手持ちお、ポックル、ムックル、石つぶて、コイキング、コリンク、ズバット、これだ我の戦士たちは。でしょ、ワンリキ欲しいな。黒金シティ、ここから行かなきゃいけない。なんかいるんじゃない。汚い石つぶて、空飛ぶのと毒だって。死んでもらうわ。あ、ここでワンリキ捕まえれないかな。ここでワンリキ捕まえたら、この辺のところでワンリキ捕まえたらケーシーが手に入る。噛みつく、睨みつける、いらないな、噛みつく。思うじゃん。お、あれはなんとかの実だ。マジで空飛ぶ要因とか。え、ズバッと弱いの。じゃあいらないな。何匹出てこないかな。とりあえずこいつも捕まえとくか。小雑魚だけど、こいつは通信用に取っておこう。いらないやつもいっぱい捕まえて、リスナーさんと交換の時にちょっと使わせてもらおう。
ゴミ。ゴミ。ちゃ、いらん。いらん。ボックスへ行け。ゴルバットになっても弱いんだ。来た。こいつ。こいつ。よし。やはり私の読みが当たっていた。さて、ダメだ。こいつだと強すぎる。ポケモン入れ替えよう。ムックル。リメのちゃんよし。かわいいよね、ぼっちゃま。水はダメだ。こいつで。体当たりぐらいで。来た。そして、こいつで。とりあえず。ペチってして。あ、オッケー。これでオッケー。やめろ。買おうよ、楽しいよ。なんか久々にすると楽しい。はい、来たー。はい、もらい。もらった。こいつとズバッと。オッケー。手持ちに加える。これでズバッとと交換して。で、見てて。いきます。あ、地震、大丈夫みんな。地震が揺れてる。まだ揺れてる。よし、バイバイ、ワンリッキー。消し手に入れました。どん、君が最初の通信者だ。よし、よし、こいつを上げて、よし、手に入った。これでいいぞ、これで。で、とりあえず一回ポケセン行って。回復して、で、ワンリキをもう一回捕まえよう。ケイシーがユンゲラーになるんだよね。よし、じゃあワンリキーもう一回捕まえよう。自分用のワンリキーくれ。ゴミが来た。ゴミはいらん。消え去れ。頑丈とかでちょっとこらえんじゃねえよ。ゴミ死ね。かわいいな。ぽっちゃまのお手手がピュンピュン。ぽっちゃまのお手手がペチペチペチ。ぼちゃまのお手手がペチペチ。ワンリキー来い。我がワンリキー来い。くそー、ゴミしかねー。東京埼玉なんだ。やっぱ近かったよね。めっちゃ売れたし。死ねー。そしてまた頑丈使うんやろ。ゴミつぶってめ。いて、何しやがるこいつ。まあいいや、こいつもモンスターボールで。
こいつも交換用に。リスナーさんとの交換用に持っとこう。これナーボー君だったの。ぽっちゃま推しかな。来た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 、君だ、君、君が欲しい、君が欲しいんだ。来た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 、よしよし、いいよいいよいいよ。あばら骨見えとるやんけお前、大丈夫か。なんかこのワンリキかわいそう、なんか体がかわいそう、張り切っちゃってかわいいな。電光石火でピョン。あ、やめて、死なないで、危ない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 、死なないで、君が欲しいんだ。オッケーオッケーオッケー。でこれを石つぶてと交換しようかな。そしたらめちゃめちゃバランスいい。手持ちのボックス、これ石つぶて、オッケー、完璧完璧なのだよ。よし、じゃあこいつと戦おう。自転車屋さんがあるぞ。え？え、なになに？その坂は自転車じゃないと滑ってしまうから登れない。自転車？白帯シティに行けば。白帯シティ？白帯シティどこや？あれ？あ、こっちの下側に行かなきゃいけない。黒金シティこの下か。違うとこ行こうとしてた、うち。こっちの下か。この下になんかあるっぽいね。黒金シティ。こっちか。ねえ、ワンリキいいよね。ちょっと一回、ポケモンセンターで回復してあげて。虐待シティに行く。ご丁寧にありがとうございます。ってことでこっちですね。違う、一回レポートして、参考し、広いな。こいつらにも話しかけとこ。なんかくれ、ガザマシンクレ。おやすみ、ありがとう。この辺なんかないのか。ワンリキがいる。お、傷薬もあった。年取ったのかと思った。まだまだ大丈夫よ、ゆうすけママちゃん。まだまだ元気。それも関係ない。お、あっちに行きたい。ディフェンダー、ディフェンダー、あ、ちょっと間違えた。誰に持たせようかな。なんか持ってるの。ワンリキに持たせよう。
うん、ふむふむ、お、これはこんなところ出るの、欲しい欲しい、とりあえずそんなに食らわないでしょ、あ、全然食らわない、危ない危ない、よし、ちょっと変えよう、こんなところにこんな岩く出てくるの、ムックルで、はい、入れ替えれないだと、でもはたくしかないよ、とりあえずはたくか、欲しい、ちょ急に強いやつ出てくるんだけど、やばい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 、ちょっとこれ一か八かモンスターボールもう使っちゃおう、頼む、ダメダメやね、ダメよね、そうよね、そうですよね、だよな、やめろってやめろって、そうそれあかんって、し締め技あかんって、だって水鉄砲使えばさ即死にするでしょ君、そうとりあえず、だる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 、やめろやめろやめろ、死んでも死んでも、まだ粘れまだ粘れ、やめてくれ、やめろ、そのなんかコンボやめろ、あぶね、死ぬな、まだ粘るんだ、よし、そう4度目の選択頑張って、アタックしかできねえ、やめろってそれ、やめろって、縛ろって、あと一発ぐらい殴りたい、あれダメだってそれ、めんどいって、くそー、まだオレンジになってくれないよ、あれやめろやめろ、よし黄色になった、これで一回バックで回復して、それからのからのこいつに、こいつにモンスターボールを使ってやる、いけ、頼む、あ、いけ、捕まれた捕まれた捕まれた、やった、え、どれ、え、どうしよう、え、どうする、いわく入れときたいよな、覚えてるよ、あ、即殺せるけど殺しすぎたら捕まえれなくなっちゃうから、え、どうしよう、イワーク入れるか、ちょっと待ってよ、ちょっと考えよう、本当やったらムックルと変えたいんやけど飛行がいないとちょっときついから、コイキング、コイキングどっかの育て屋さんで育ててもらおうかな、この辺ちょっと暑いもんね、腕力いらんちゃいらんけど、
座ってると強いし。ギャラドスになったとしてもお豆がおるから水はおるんよね。いいか、コイキング。いわくと変えてもらおう。うん、コイキング後回しやな。よ。一回いわく入れたから回復しに行こうかな。なぬ。うん、紅茶お茶店ってありがとう。今はパール買ったよ。しねえ、ゴミ。あ、やめろ、吸い取ってくんな。今までのポケモンと違うシステムある？いや、ほぼ変わらんよ。このゴミも拾っとくか。で、モンスターボールもうちょっと買っとこうか。分かりやすいようにゴミにしとこう。やへへ、手持ちにはいらん、手持ちにはいらん。ゴミこれリスナーさんにあげるよ。あぶね、ポッチャマとあんなゴミを交換するとか。イバーク強いね。とりあえずこのジム倒したいな。あざす、あざす。ね、モンスターボールを買っといて。あれ、モンスターボールどこでか。めんどくさいけん横並びにしといてくれんって感じや。モンスターボールを10個。で、傷薬も、傷薬3つしか買えん。ミープも来い、ありがとう。何もねえ。金を稼がないと。まずいな、お金稼がないと。じゃあ戦いに行きまーす。モンスターボール200円もするな。子供から巻き上げるには高い。20円ぐらいにしてくれんかな。物価が高いなんて今のね、日本みたいや。恐ろしいわ、恐ろしい。何？ちょっと突っかったんだけど。よし、こいつらを殺してしまえ。死ね。ジムバッジもらうんや、私は。よし、じゃあおはよう。拍手ありがとう。戦い。いいですね。お、リベンジを覚えた。リベンジ。よし、来いよ。そう、今はポケモンマスターになる。うん、貴様の腕力だと。
ん？クレヨンしんちゃんのトレーナー買いに行く。あれめっちゃあったかいよトレーナー。大丈夫だった、びっくりしたけど。うん、食らわぬわ、死ねえ。ゲームを好きならどうしたらいいですか。スイッチ買って半年6回しか使ってません。なぬ、もったいな。あ、ありがとう。コインコイン、バクバクバク、ありがとう。ちょんちょん、ありがとうございます。ゆうすけママちゃん、前で工事に工事しろ。ゲームを好きになるのはね、でも難しいかもね。その世界観が好きであればのめり込めると思うけど、あとはやる人、一緒にやる人がいれば楽しくはなると思うんだけど、うちは根っからこう遊ぶものがさ地元になかったから、ゲームしなきゃと思って、うん、うわいいな。なんか自慢されてどっか行った。ピカブイやったことない。うん、めっちゃ上からやったのこいつ。そう、そういう人もおるしね。自分でやるより見てる方が好きな人もいるし、今日もゆきんことコラボしよう。なんの？ゆきんことコラボ。ゆきんこスイッチ持ってないはずや。昨日みたいに。昨日。え、昨日？影分身。ちょっと見てみるか。ちょっと待ってよ。鳴き声いらんか。鳴き声は、油断相手の攻撃力。してないよ。昨日はアキくんとパピオだね。回避率は。攻撃力を下げる。影分身覚えさせるか。ドッペルゲンガーかな。声似てたから。え、全然似てないよ。男だよ。男だよ。パピコもアキくんも男だよ。全然違うよ。多分似てるって言ってんの、多分あれじゃない、ティモが酔っ払ってる時じゃない。ねえ、あっちくん一緒にやろうみたいな、遊ぼうみたいな。多分私の酔っ払ってる声をゆきんこと勘違いしてるだけだ。多分それじゃね。両二人とも男だから。え、ゲームじゃなくて雑談。昨日ずっとゲームしてたから、12時間もゲームしてたんだよ。多分違う人だ。私じゃないな、それ。コラボしてないよ、めったにコラボしてないよ。違う違う違う、ゆきんことコラボしてるって言ってるけど、ゆきんこじゃなくて、多分森くんライとコラボして、最近だと。ゆきんこはあれでも連絡もしてないな、まだ。うん、多分勘違いか、夢の中だな、それは。あれ、道がないんだけど。ありゃ、そうそう、多分違う人や。たまにね、あのゆきんこがコラボ機能ついとったら、うちが職場におる中ちょっと遊びに行ったりはするけど、昨日は全然12時間ゲームぶっ通しでして死んだね。ジムどこ、ジムがわからない。道迷った。ジムどこ、こっち行けやろ。あ、うざいな。ゴミしかこんなに、うざいな。いやねえ、みんなジムどこ、上にある。
どうやって行ける？ちょっと道がわからん。もうゴミたちがうざい。あや、このゴミも。え、ここ出ないといけないの？え、上にジムあった？うちここがジムやと思ってた。何やってくど。つつく、アタック、鳴き声。お、飛行覚えたわ。お、飛行覚えたらムックルいらんな。ナイス。お豆強。何やって。私ここがジムやと思ってた。くそ、また突っかった。クソ、またゴミ出てきた。お前うぜえ。こいつらでお前わざ少なくなっちゃうやんけ。しんどけ。ただる。え、どこにあった？ちょっと道がわからん。どこ？またかよ。うぜえな、こいつもゴミやないか。ゴミってしとかないとわからなくなるから。どこだ？迷子。グロガネシティがわからない。一回これを。あいつらのゴミのせいでお前わざ少なくなったから。いやでも多分ね、上の方行くと進化したやつ捕まれるでしょ。だから別にムックルはいらんかもしれない。どこ？ここ？ここか。ここやんけ。さっきのパピがおったからさ、邪魔して入れんかった。こい、貴様らの嫌いなポックルちゃんで言ってやるぜ。うん、そのようなゴミでは私には戦えん。属性の違いを見せてやろう。死ね。お前野良で出てくるやつよりお前弱いやんけ。さらばだ。うっせろ。ふんふん。わっわっわっわ。あっわっわ。どうせイワーク連れてくるんでしょ。あとそのゴミ連れてくる。いでよ、お豆。いけ。ザコメ。経験値となれ。いわく。
そのまま叩く。小3ぐらいだよ。泣かしてやろう、こいつを。泣かせてやるぜ。ほら。容赦ねえぞ。そうそう、新しいやつやってる。うんうん。悔しすぎる。もっと泣いてもいいんだぞ。昨日出たやつ。よし。勝負だ。ちょっとイケメンやな。こういう工事のお兄さん結構好きよ。ひょうた、名前が。いでよ、お豆つけ。死ねえ。ウェイ、経験値マックス。いわく、もうポッチャマだけで戦えるわ。イワークがなんぼレベル上げたとしてもこっちの方が強いんだよ。やめろ、こういうのやめろ。いや死ねえ。頑丈ダリーノ、はたこ。なぬ、こいつ傷薬使いやがった。なぬ、お前舐めてた、舐めてた。そうか、そういう感じで食うのね。ならばもういい、使ってやろう。死ね。おいしおいしおいし、レベルアップ。おいおい、いいねいいね。はいはい、ん？ズガイドス？なんだそれ。ズガイドスって名前聞いたことない。まあいいや、そのまま叩こう。ん？どんなやつ？なんじゃこれ？なんじゃこいつ？つついてやろう。ほら、全然効かん。何、うわやべ、何系ポケモンなこれ。水鉄砲でとりあえず。やめい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 。なんかかっけえポケモン来たな。一回とりあえずこいつに水を食らわせたい。どんなものか。それでこいつの、やめろって、頭突きばっかし。やめろってんだろお前。まあ、いや死んでもいいから水鉄砲で。わあ、いい、めっちゃ効くやんけ、めっちゃ効くやんけ。ザコ、岩だったのね。余裕余裕。ローキック、あ、いいね。なんか覚えた。気合ダメ、睨みつける。ローキック。オッケーオッケー。あ、勝ったの？え、もう終わった？もう終わった。あいつ切り札だったんか。わっ！あ！待って、進化する。わわわわわわわ。ブースになった。わしのポッチャマ。え、ブスになった。ありゃ、なんか想像してたのと違う。メタルクロー、お、いいね。はたく、甘えるがいらんな。
なんか可愛くない。お、おや、お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 前もか。ドンタンツンタンツンタンツンタン。うん、もちこいらっしゃい。なにこれ、きっしょ。終わってくれ。うちの可愛い戦闘力がお前なんかブスになってくるんだけど、やめてくれない。やば。まあまあいいけどさ、まあいいけどさ。よし、順番来てる。おい、なんかブスになってるんだけど、うちのポケモンたち。よし、岩砕き。巻きぐそみたいなの先っちょにする。マジかよ。岩砕きを岩砕きに教えとこうかな。なんかスロック。使う。岩砕きは、岩砕きだな。仕方ない。一匹には絶対おっつけとかないと。撃ち落とす。命中力 100%、 命中力 90%、 ロックカット、これを覚えさせよう。 OK、 よしよし、いいでしょう。なかなかいいんじゃないですか。じゃん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 。そしてさっきの岩砕きでボコボコにその辺穴開けまくってで次の町行くか。次はな。よし、ってことでね、今日はここまでにしとこうかな。レポート つけてだいぶいいんじゃないか。うん、でこの続きはまたねやっていきたいと思います。まあ皆様もおのおのやってると思うんですけど、なんか自慢のポケモンがあったら私にください。見せびらかすんじゃなくてください。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、ってことで、お昼過ぎにはねボムちゃんのお散歩しに行きたいと思いますので、おつんつん、またね。